浅水駅は福井県福井市、浅水町にある福井鉄道福武線の駅。駅番号は F12。島式ホーム一面二線を持つ友人駅。駅舎は木造のログハウスとなっており、吹き抜けの待合室を持つ。ホームとは校内遮断機のついた通路でつながり、その通路と駅玄関側との抜け道は改札時間外の夜間通路として扱われる。 かつて貨物扱いがあった頃の名残として、ホームの東側には引き込み線があり、現在は主に作業用車両の留置箇所として使用されている。なお、越線鉄道との相互乗り入れ計画開始当初は、直通区間を福井市内で完結する形態となる、同駅は静か張原駅間で、福井鉄道車両のみの型乗り入れとする計画であったが、福井鉄道側の施設面やダイヤ面、及び、 旅客の利便性を向上させる目的から当初計画を変更し、起点の越前竹雄駅からの直通及び、越前鉄道側も車両を用意しての相互直通運転とした。福井方のスノーシェルター駅周辺には倉庫や運送会社と工場と自動車販売店など重商校の入り混じる市街地が広がる。駅の西方のフェニックス通りを挟んで向かい側に、 旧国道でもある旧、北陸街道が通り旧席がある。駅南隣には、福井県の整備した有料の駐車場があり、福井鉄道における、パークライドのモデル駅の一つとなっている。また、駐輪場が同じく駅南隣にある。かつて現在の構内の引っ込み線から、南方の踏切手前あたりの農協倉庫に至る、貨物用の引っ込み線が分岐していた。配線後は、 倉庫沿いの道路となり、現在の引っ込み線の横には、貨物用のホーム跡が残る。今尾圭介監修、日本鉄道旅行地図庁六号北新越新庁舎、2008年、P25、杉山淳一の、週刊鉄道経済、廃線危機から、再生、フェニックス、田原町ラインは、なぜ成功したか IT メディア。2016年8月19日6時30分。 発信、2018年9月11日閲覧。ありがとうございます。